リバース事件は、うん、安田顕さんの見当違いな実直さがあるからこそ名シーンとなっています、うん、不真面目ではないからこそ醸し出される安田さんのおかしみについて語ってください。まあ、でも大体不真面目で面白いとかないでしょ。そうなんですよ、ね、そうですよね。不真面目でなんか笑うとかってなんかないか。ここがね、でもその我々の多分感度なんですよね、うん、不真面目にするっていうことは笑いを取るために不真面目にするわけですよ。ふざけるふざけるっていうのはおちゃらけるとかね、うん、あれが多分笑いの基本だと思っている方の方が多いと思うんですよ。なるほど。不真面目であるから何やってんだよお前よっていう、うん、あの笑いというものになるって思ってると思うんですよ、多くの人が。でもあれはあれこそがあの人を卑下してるんですよ。自分の方が上で、そのお前何やってんだよこんな時によみたいなのが笑いと思ってる人は多分これは全く笑いの意味を分かっていないし、笑いっていうものが人の心をあの平和にするとか、うん、和ませるとかっていうものとは全く違って、自分が他の人間よりも俺は上だっていう、うん、その優越感というかな、うん、そこを埋めるのに笑いというか、あれ笑いじゃないの、卑下してるのよっていうのを往々の人が間違ってるし、まあそれが芸人さんの中にも多いと思うね。日本の笑いの中に半分以上は卑下している笑いっていうのが、レベルの低い笑いっていうのがまああるから、まあまあね、デブとかなんかの一つの扱いにしても卑下しているデブとそうではないデブの扱い方って多分あると思うんですよ。だから真面目にあいつがやってる時に、そいつがやってる時にどういう風な感度でそのデブが走っている姿をどう表現するかっていう、お前デブなのによーっつってえへへへっていう笑いは、これは卑下してるわけです。そこに何かもう一つ技を加えないとデブが走っていることを笑っていいっていう状況にはできないわけですよ。でこの笑ってで走っているデブも思わず笑ってしまうっていう、そこまで持っていくっていうのは非常に高度な技がある。そういう意味で言うと、なんかそこまでの高度な笑い、ま、の次元まで行っている人って非常に少ないなとは思います。なんか日本の芸人さんを見ても番組を見ても、そういう意味で言うとこのね、そうなの、この人が言ってる通り、安田さんは一生懸命やろうとしてるわけ、一生懸命やろうとしてるけど、それが なんか知らないけどちょっと違う方向、不本人終わっちゃうところがやっぱりそのおかしみの方に、だから人間がどうして笑うかっていう根本的なところに割とそこ触ってるっていうことになると思いますよね。だから俺も頑張れと思ってるわけよ、頑張れ、俺も安田さん卑下してるんじゃなくて頑張れ、安田、おい安田君、あれは安田顕っていう人間の力を俺は信じてるわけだよ。だから安田顕頑張れって言ってるのに、鼻から交代した時に安田顕どうしたってなるじゃない。そうそうそう、あなたも一生懸命になってる、一生懸命なってる、あなたも周りが見えないんですよ、ね、一体自分がどんだけ安田顕に牛乳を飲ませてかってことも、もう振り返ることもできずに、他の人から冷静に言えばですよ、とにかくもう北海道も取られたし、ここで岩手も取られるわけにはいかないって、もう土下座してもう一回やらせてくれって言うんだって。大丈夫でしょ。そういうことです。あれが俺がもしね、安田顕に10本牛乳飲ませればあいつ絶対吐くから、あいつそこまで飲ましてやろうぜみたいなことをやってる人が多いんですよ。多いんですね。え、10本飲んでれ絶対いつ行くけれみたいな、なんか そういう低い笑いみたいな、なんか具体的ななんかいるんですか。いるんです。多分多くの笑いがそこに行っちゃってるから問題になると思うんですよ。それは良くないんですよ、ね、10本飲ましてやろうぜ、違うんですよ。彼一番最初になんかこうすごいだろうって技を見せて一本で両方に飲んでますからね、それでここでさ、ね、そういうやつがさ、日本のですげえだろうって言った時に、ね、違うやつだったら、うじゃあおめえ10分飲めんのかよみたいな、なんかそういう誰それ、そういう
感情って笑いに関しては人間往々の人が持ってるんですよ。いや、そうしたら俺は被害を受けないし、あいつが失敗したらそれは笑いで済ませられるからっていうので、俺はね、なんか番組であるとか芸人さんの世界ってあるような気がしてるんですよ。いや、ですからそのタイミング悪くね、こうどっから見ても日の内ところない新進士がね、こうやって往来を歩いてるのにね、運がなくそれと転んでですよ、ずらがなんかブルッと外れてますか、はい、それやっぱおかしい、なんでおかしいかっていうと、あの人もやっぱりああ見えて頑張ってたんだなっていうところが分かる瞬間に自分も頑張ってるわけですから、はいはい、ほっとするっていうね、そこが多分通底してるから、ね、安心感でプッと笑っちゃうっていうところが笑いだと思うんですから、水曜どうでしょうの中には大泉さんも全く同じで、いや、その事象自体はもちろん笑えること、だけどこの後処理で全然評価が変わってくるっていうことは思ってるから、ちょっとね、他の番組とは悪いけどレベルが違うっていう、そうなんですね、これはそれはありますよっていうことですよ。だから安田顕さんがこういることによってまた大泉さんとかと違うそういう状況判断を必要とされるものっていう、ね、あなただって決して安田が吐くとは思ってない、吐くとは思ってない、安田さん自体を笑ってるんじゃなくてその状況全体を笑いに変えるっていうところまでその場にいる人間が把握をしないとダメだっていうことです。それでそうすると水曜どうでしょうは、でも何回でも見れる、そうでしょう、大泉さんだけ見ててもいい、安田さん見てても俺を見ててもいいしっていう、なんかそれであなたが撮ってるカメラワークが遠いか近いかっていうことだって笑える感度になるわけですから、これ寄らなかったっていう、安田さんが入ってるのを寄らなかったっていうのは、この人の目線っていうのはここにいる何人かを含めての笑いなんだよって提示してるっていうのが、ちょっとね、そんじょそこらの番組には多分わからないしできないことだろうな。だから我々どうする、即時的に対応してるわけですからね、現場現場で、ね、そうですそうですそうです、で最終的に安田健が最後に何つったかって、俺そんなにすごくないなって言って終わるっていう彼もね返したもんだなと思うんですよいいよね、うん、でそれはここまで作り上げたからさ、誰も俺たちは安田健のことを笑ってる、笑ってるっていうか違うんだよね、そうです、だから書いたことを笑ってるんじゃなくて、この戦いの中でいいところを見せようと思ったのにいけなかったっていうところに我々は笑ってしまってるわけで、本気だったんです、彼が最後に照れがなかったの本気で自分はこれだけはすごいって信じていたがこそ、そう、あ、俺すごくなかったんだったなって、あの自白にもやっぱり我々はね打たれるんだよ、そんなことないよ、やつだって打たれました、その時にここは鼻が垂れてるあれがやっぱりそんなことで、ね、安田君やりすぎました、だから俺は次はっきり言うのよ、安田君もう出ないでくれ笑いを求めるんだったらもう一度さ、安田にさ牛乳やらせようよとかさ、もう一回やらせようとか言うわけだよ、そうだ、それは違う、卑下した笑いなの、ね、それは、ね、じゃない俺は安田君もう分かったな、もう出ないでくれって言ってるわけだから言ってたこの言いっぷりにもやっぱ笑いが起きちゃうわけよ、うん、まあ、安田君も言われて無理ないなってことがあるから彼も言葉が出てこないところがやっぱおかしいっていうのがある、ね、ここまで見せつける、ね、多分バラエティ番組ってないかもしれない、これ絶対ないと思うんだよ、ね、最後まで真剣です、最後まで真剣、最後まで真剣、誰のことを卑下もしてないし、ただ攻撃はしますよ、そこで発生したお笑いっていうものを絶対も最大限使い切ってここを退場しようと思ってるから、もう塩でも何でも塗った方がいいと思う、塗りますもんね、塗ります、うん、そういうことですよ、悪いけど杉谷さんもう手を出さないでそういうことですよね、そういうことですよ、図らずもですけども、どうでしょうの笑いはちょっと深い、そうですよ、深いんですよね、それをなんかその即応してるっていうのがね、その場で即応してできちゃうんですよ、だってバリエーション当然変わってくるわけですから、うん、何が起きるかわからないのに、うん、そういうふうに即応していくっていうところが大事なんですよね、そうなんです、